こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日も若松宗男ラジオスタイルでいきたいと思います。ずっとね、なんかラジオスタイルできてるもんですから、できるだけまたラジオスタイルじゃなくて顔出してやっていきたいと思っております。その節はまたよろしくお願いいたします。また台風が来てますね。ね、この前ね、すごい台風がね、ずっとこう沖縄の方なんか来たわけですけれども、今度は台風14号ですか。なんか土曜日から日曜日くらいにかけて、なんかこちらね、関東の方にも、まあ、上陸するのか、ちょっともっと南の方を通るのか分かりませんですけれども、まあね、風速もかなり強いようでございますので、ちょっと心配でございます。まあそれとコロナですね。また今日もね、東京かれこれ250人近く。いやー、これはなかなかこう収まりそうで収まりませんですね。本当にもうね、これ経済とコロナをどういうふうにやっていったらいいかっていう。まあね、こう、本当にみんな悩んでると思うんですけれども、まあコロナが流行っちゃうとね、経済も大事でしょうけれども、まあなんとか両立できないもんかなと常々思ったりしております。の音楽業界もですね、やはり少しずつ、まあイベントとかはまあ始まっててるようですけれども、まだまだですね、見通しが立たないんで、やはりそのね、私のところから、まあ私の、まあ、CD を出して、私がマネジメントしてるんですけど、まあ三田京香にしろ、石原まさしにしろ、石原まさしはね、3月ですかね、デビューしたのが。ほんですぐね、まあ、沖縄の、沖縄市の出身なんですけれども、すぐ脇にうるま市っていうところがあって、このうるまのね、まあ、でっかい劇場があるんですけれども、ここでやろうと新曲発表会をやる予定だったんですけれども、なかなかこの急にコロナになっちゃって、できなくて、伸び伸びになってですね。で、やっと今月の25日に、まあ、やるという予定を立てたんですが、結構、前売り券がたくさん、1000人くらいね、売れちゃってるもんですから、それで、だいたいキャパがね、800、2、30なんですよ。だからいずれにしてもね、まあ、全員が来るわけじゃなくて、2回に分けてやるということだったんですけれども、1回目と2回目の間のね、その時間を、やっぱりこの衛生上、まあ3時間くらい空けてほしいというようなこともあって、いろいろとね、なんか現場の、皆さん方が協議した結果、いやー、なかなかちょっとね、あんまり強行できないなっていう感じで、最終的に、まあ、これもですね、延期ということになっちゃって、会館がね、また11月から、まあ、なんていうんですかね、こう、修復に入っちゃうということで、来年の3月くらいまでかかっちゃうんで、まあ、4月以降ですけれども、まあ、その頃ね、またコロナがどうなってるか分かんないという状況で、いやー、本当にね、これ困りましたよね。まあなんとかでも、その気分だけでもね、前向きにこう明るく、やっていかないとどうにもなりませんので、まあとにかく工夫をしながら、やっていきたいと思っております。本当にね、平林さんっていう方も私のところから出してるんですけれども、レイ平林っていう、名前でやってるんですが、やはりなかなかいい楽曲がたくさんあったりしてですね、
それで、先月からかな、キバのレインボータウン FM ってあるんですけれども、そこで毎月ですね、第2火曜日の午前11時から30分間、ご自分の、番組を持っておりまして、つい、今週ですかね、第2回目、10月も終わったばっかりですけれども、とってもね、評判が良くて楽しみでございます。また10月、今月のね、25日なんですけれども、ね、これもコロナでいろいろとね、たくさんこうね、来たいっていう人がいらっしゃるんですけれども、そうはいかないんで、もうとにかく限定してですね、それで北区十条ですかね、十条にね、ミュージカンテアマネっていう、非常にこう洒落た、なんていうんですかね、バーっていうの、ピアノバーっていうんですかね、ありまして、そこでね、午後の、1時から3時くらいまでの間でやろうかなとは思ってますけれども、とにかく、あまり大げさじゃなくて、少しずつでも前に進んでいけたらなと思っております。で、ここのね、ミュージカンテアマネの経営者である関あまねさんっていう方が、私のところからやはりCD を去年のですね、1月23日ですかね、パパの作り話っていう CD を出したんですけれども、これがね、本当に話題になりつつあるんですよ。いやいや、本当いろいろとね、話題になってきておりましてね、なんとか、これがきっかけになって少しでも前に進めますように、明るくなりますようにお祈りしたいと思います。ありがとうございます。